RSD って？簡単に言うと、半導体レーザーを直接網膜照射する画像表示システム。ああ、なるほど。それにしても、ずいぶん高度な人格を持たされているのね。仮想空間を生み出す技術にレミューは相当なこだわりを持っていますから、私の存在もその一環です。大きなシステムが必要なんじゃない？そうですね。それでも20年前に比べればかなり小型になったのではないでしょうか。どのくらい？それはどこにあるの？見てみたいものね。すいません、私の口からは言えません。秘密なんです。詳細なデータを持たされてないのね。ええ、そうです。あなたは衝動や意志を持ってるみたいだけど、自立した考えを持っているように見える。それは莫大なサンプリングから無作為、あるいは作為的に抽出して結果を返しているだけです。無作為？ああ、なるほど。デタラメなことをして褒められたら、それが正しいことであることを学習するのね。そうです。それに好奇心、集中力を有効に機能させることに関して、かなりの配慮が払われています。音声入力による携帯素解析も、おそらく他に例を見ないレベルで、高速かつ正確なものを持っていると思います。あとはちょっと特殊な技術を使っている部分がありますね。詳細は企業秘密ですが。そうね。普通の AI ではちょっと説明のつかないところが残るけど、まあいいわ、大体分かったから。ところでソラ、私ね、実は男だって言ったら信じる？邪魔しないで。私は空に聞いてるの。どう？信じる？いいえ。じゃあ私の年が二十歳を超えてるってのは？可能性はあります。私は独身なの。これからも多分そうね、主義だから。ええ、そうかもしれませんね。実はね、たけしは3年前に性転換した男になったの。本当よ？さっき聞いたの。それはさすがに信じられません。あなた本当に優秀みたいね。つまり空は他人の嘘を見抜けるの。未知の情報の真偽を分析できるのよ。さらに与えられたデータを比較参照するだけでなく、運や勘の要素も取り入れて自立判断ができる。コンピューターが自分で取捨選択をしてデータを更新してプログラムを書き換え効率化されていく。ものすごく高度なことなのよ、これは。はい、最新の技術が使われています。でも自分が嘘をつくのは下手なんです。そちらの機能はまだまだ未発達なんですよ。あれはただの設定です。私に設定されたプロフィールがそういうことになっているというだけです。
わかりました。お答えします。と言っても、専門用語を並べ立てるのはあまり意味がありませんね。余計に訳がわからなくなってしまうかもしれません。あ、それでさっき小町さんと私が話していた時に困っていらしたんですか？あ、すみません、私言い方を間違えましたか？ナイスツッコミ？ナイスツッコミって何です？あ、そうなんですか。ごめんなさい、クラナリさん。そうなんですか？相手に弱点をつかれたけど面白かった？それって矛盾してませんか？少し難しいですね。困りました。どういうのがナイスツッコミなんでしょう？ええ、そうですね。実際に例を示しながら説明しますね。クラナリさん、ちゃんと私が見えますか？私もクラナリさんを見ています。クラナリさんのすぐ隣に立っています。間違いありませんか？ですが、そう、クラナリさんは今私を見ています。しかし私は実際にクラナリさんの隣にいるわけではありません。RSD レティナルスキャニングディスプレイ、網膜操作による表示装置です。この表示装置には表示部がありません。網膜に向けて出力の弱いレーザーが照射されているのです。はい、各部屋や通路の天井には半導体レーザーの出力装置がついています。それでクラナリさんの網膜自体に直接画像を映し出しているってことになりますね。ええ、はい、私の画像です。一般的なホノグラフィックスクリーンは背後にある物体を透過してしまいますが、眼球そのものを仮想画面として扱い、また周囲背景と合成した画像を高速で送り続けることでその問題はクリアされています。